どうもサンゴです。本日の友はマックのカフェラテです。ということで今日は私の念願だった質問コーナーをやっていきたいと思います。 Twitter と YouTube の方からたくさん質問いただきましたのでそちらに答えていきます。まずはライトなやつから。名前の由来は何ですか？これは多分今まで言ったことなかったと思うんですけど、私は兄が2人いて3番目になるので3号っていう名前をつけました。それだけです。誕生日はこれは3月5日にします。誕生日兼記念日として3月5日を3号の日とすることをここに宣言します。ということで当日はハッシュタグとかつけて祝ってくれたりしてくれたりしてもいいよ。年齢は333歳です。今まで飲んできて一番美味しかったカフェラテは、これはもう決まってます。ローソンのアイスカフェラテは未だに私の中で一番です。なのに未だに動画に出てきていません。これは3号最大7不思議の一つです。今住んでるのは東日本、西日本、それとも海外？日本です。新規の視聴者におすすめの動画は何ですか？あと声がいいから歌のカバーとかしてほしい。新規の視聴者さんにおすすめ？だるいと思うけど配信見てほしいですね。多分配信の時の私が一番素に近いというか、そうですね、はいです。ここから原神の質問に行きたいと思います。原神を始めたきっかけは何ですか？これ結構多くの人がね質問してくださったんですけど、きっかけは私がみんなにおすすめのゲームあるって聞いた時に原神いいよっておすすめしてくれた方がいまして、それで始めました。今だから言える本当にあの時おすすめしてくれた方ありがとうございます。こんな素晴らしいゲームに出会えて本当に良かったです。好きなキャラいますか？みたいな質問も結構あったので、今現在の女性キャラナンバーワンと男性キャラナンバーワンを発表します。まず女性はナナちゃんですね。ナナちゃんか八重神子様か雷電様で悩んだんだけど、喋るセリフとか顔、能力、攻撃のモーション全てを考えるとナナちゃんかな。男性のナンバーワンはこれはもう間違いなく旦那様です。はい、ここはもう譲れません。タルタリアについてどう思いますか？あつ、タルタリアさんは興味ないですね。あとね、マルチプレイやらないんですかとか、参加型やらないんですかっていう質問も結構あったんですけど、これは記念日にやろうかなと思ってます。それこそ3号の日とかにやろうかなと思ってます。本当はもう早くやりたいんだけど、キャラのネタバレがあってそれを避けるために今やってないっていう感じです。なんで私が全キャラ把握してからか、それかキャラ縛りの参加型をやるか悩んでます。あとね、なんか面白い質問来た人いたんだよな。あ、これだ。一緒に生活したい原神のキャラクターは何ですかって面白くない？まあ、これも男性女性で考えたんだけど、男性ならまあ間違いなく旦那様。365日24時間旦那様にずっともう抱き枕みたいにずっとギューってしてる。もう肋骨折れるんじゃないかぐらいの力でもずっとギューってしてる。それでちょっとなんか冷たい対応してほしい。で、これ女性は2人いて、ナナちゃんか八重神子様かな。ナナちゃんだったらもう飼う、私が全部世話する。ナナちゃんがお腹すいたって言ったら、はい、ご飯ですどうぞって言って、ナナちゃんお風呂できたよ、入る、お風呂入るみたいな。頭洗ってあげようか、寒くない、暑い、かゆいとこない、大丈夫、着替えられる、着替えさせてあげようかみたいな感じでもうひたすら世話しまくります。で、八重神子様だったらもう教えを請いますね。どうしたらそんなに綺麗になれますかとか、その美貌はどこから湧いてくるんですかとか、どうしたら雷元素使えるようになりますかとか聞くかな。いろいろ聞きまくるかな。原神の中で行ってみたいところは何ですか？全くに見てないからあれだけど、今だったらリーユエのなんだっけ、あそこ港、千と千尋みたいなとこあるじゃん、あそこかな。原神続けてくれますか？期待の眼差し、続けますよ、飽きない限りは。原神の質問は以上です。やる予定のあるゲームまたはやりたいゲームありますか？ホラーゲームやりたいなって思ってるんですけど、ホラーゲームやったところで誰も見ないかなっていう、てか逆に聞きたいです。これは私にやってほしいゲームありますか？あったらぜひ皆さんコメントに書いてください。彼氏はいますか？いなかったら何年以内ですか？これいない前提じゃない？
このコメントいない前提だよね。まあそうですけどね。いない歴何年ですかってことかなこれ。330年ですね。っていうかそもそも人間が苦手です。彼氏とかの前に人間と接することが苦手です。どうもぼっち座3号です。好きなアニメは何ですか？東京グールかハイキュー。他にもいっぱいあるけどその2つ。 YouTube やろうと思ったきっかけは何ですか？これも結構ね聞かれたんですけど、ちょっと若干暗くなるからちょっとそういうの苦手だなっていう方はもうここではいさよならしてくださいなんですけど、昔 YouTube 始める前の私はもう廃人でした。まあニートでもう毎日あーもう消えたいみたいな、夜寝てあーこのまま次の日来なければいいのになみたいな、あー先しちゃった、一生眠り続けたいみたいな、この世に存在してなかったらよかったのにみたいなことを思うような人だったんですけど、それでもなぜ行動に移さなかったかっていうのは、音楽とか映画とかドラマ、まあ、YouTube とかそのエンタメが好きでそれに支えられてきたんですよ。それがあったからその最悪の行動をしなかったんですよ。である日兄から YouTube やってみたらって言われて、でまあ暇だったしニートで、だから暇つぶしにやってみるかって言って YouTube を始めたんですよ。でまあそしたらその YouTube でこんな何もない私にファンですとか元気出ましたとかそういうコメントしてくれる方ができまして、そこから私は自分も支えられてたけどこれからは支える側になりたいなと思って活動してます。さあではメインストーリーに行ってまいります。